ラブスバルでしょ。トヨタさんとの関係を一歩深める、もっといい車を作っていく、トヨタだけでもできなかった車作り、スバルさんだけでもできなかった車作りを 1+1 がね、3とか4になる。スバルとトヨタの一歩踏み込んだ業務提携、それは長年にわたる社員同士の切磋琢磨と、そして中村豊田両社長の対話と信頼関係によって築き上げられた。我々のオリジナルものをですね、やはりちょっと続けていくべきじゃないかな。当面は今までのスバルのやり方、今までのトヨタのやり方だけど、やっぱり現場でいろいろ起こると思います。いろいろ、ね、仲良く喧嘩してもらいたい。その先は悩みを言い合えるような仲になっていく。トヨタイムズを見て経営の方々すごいなっていうふうに思ってます。褒めたいわけじゃないんですけど褒めてほしい頑張ってますでしょ。私結構後でインタビューを取らせていただきますそうすればスバルも参加するんだっていうね。私ね、スバルの車好きです。私本当にインプレッサ乗ってますから。中村社長も運転お上手ですが、インプの運転は私の頑張りかと思います。その車ね、ボロボロなんですよ。本当に大事に使っていただいてるんで、我々よりもスバルのことを愛していただいてる面もひょっとするとあるかもしれない。スバルのいいところをなくさず、トヨタさんの良いところを吸収して、そういった中で我々がいかにスバルらしさを具現化していくのか、最終的な商品として。ケースの時代、世界に評価されませんか。ブレイクスルーしようと。スバル、トヨタの新たな取り組みはすでに始まっている。新しい時代のモビリティの具現化に向けて、四駆と水泳対抗っていうのがね、これはスバルならね、生き続けてください。スバルらしさの具現化にこれからは本当に全力投球していかなくちゃいけない。